ジョージアワーカーズソング RCA です。よろしくお願いします。今回は30代の男性で映像ディレクターをしているカラーさんという方の、歌を作りました。このカラーさんは10年働いた東京を離れて大阪で今ライブ映像のディレクターをしているという方なんですけども、僕は歌う側ですけど、役割は違うんですけど、そのライブっていうすごいね尊い一瞬、いろんな人が関わってその30分その1時間その2時間3時間を作り上げるという、まあ今なんか音楽とかはいろいろ聞きやすくなってますけど、そこに足を運んで生で感じないと体験できないものがライブというのは、まあ身をもって日々、私は仕事の中で感じてますので、あの一瞬しか感じれないそのライブを映像に収めて来れなかった人たちにも、見れるようにしてくれてるという役割なのかなとも思うので、そういうとこも含めてどこか同じ現場で働いてる者同士としてちょっと、ラップをさせていただきました。タイトルはですね、現場というねタイトルで活かしていただきたいと思います。お願いします。10年働いた東京離れて大阪、そこは俺の故郷、俺も20年慣れ親しんだ大阪、離れて今ここ東京、場所は違うというか俺とあなたの人生が交差クロスオーバー、役割違いど現場は同じライブ、それは一瞬の輝き、瞬きする暇もなくその一瞬を全て焼き付けるそのレンズ、カメラ越しの誰かに伝える術、何かあれば、でもライブそれは巻き戻しできない、その一日全てが奇跡みたいなもん、いやそれは全部その一瞬に起こってる出来事、それを映像に収める、いやその映像を通し誰かの目に焼き付ける、心に焼き付ける、そして焚き付ける俺たちがいる、同じような仕事もしかしたらどっかでご一緒するかもしれん、でもそんなことがあっても幾多の試練乗り越えたその二人がいて、やあ30になって現場離れて転職、それが手に職になるかわからない不安、苛まれながらも超えた修羅場、いつか子供や嫁さんにかっこいいと言われるようになりたい、それは俺も同じ、遠く離れた場所で同じ現場共有ライブ、それは一瞬の輝き、役割違いど現場は同じ、瞬きする暇もなくその輝き一瞬焼き付ける。ありがとうございます。